ムチビサタガ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 タ。はい、皆さんこんばんは。今日ガチよ元気だね。ガチよ元気だね。何かまたインフルエンザ。ムチビスヒーさん、インフルエンザ。なんでインフルエンザだったら元気だ。元気になるってよ。いった市長め。はいはい。内中で沖縄の雪が降る伝説が今流行ってるって。テレビで待ってたね。よ、4度からこの雪舞うよ。こんな雪舞う。4度から。100年ぶりに雪が降るかもしれんって沖縄。4度超えないと。パラつかんよ。そうね。俺浜松で2年前4度でまだこの雪だったのに、ちっこいのがファーって何今何度って言ったら、また石川県に行ったけど、石川県は0度からだよ。降るのは雪。雪が降るときってすごいよ。一回シーンとなるのよ。シーンとなる。空気が変わる。いや行ってる今から。なんかよ。なんかよ、時が止まったような感じな。空気が変わって、それから音がする。またちょうどよ、初めての雪がさ、12時ぐらいだった、夜中の。初めて体験、初めての体験。だから、アパートで寮で、酒飲みがあっち、みんなわわわしてたから、なんか空気が変わったわけよ。おやとか思って。わわしてるの、わかる言ったの？なんか知らんけど、なんか知らんけど、雪が降るんじゃないかって言った瞬間、さーって、音がするわけ。さーってな？さーって。さーってから。さて、音がするわけ。もしかしてこの音っていうのは雪結晶持ってるさ、それが空気に触れるあのギザギザの音が。いやいや、それもさ、石川県のあの要するに東北さ、開けたから吹雪いてるわけ。この吹雪コート、吹雪コートがさだわけ。あの普通の沖縄だったら、あの吹雪って風が強くて雨が降ってる時はバタバタさ、バタバタ違う、さあさあ、とってもよかったよ。雪降ってるぜみたいな。もう私神奈川にいて雪経験したけど、さあはなかったな。さあはなかった。もう寒いっていう感じで終わった。俺は静岡でどか雪だったな。どか雪。士官学校のところにいたから俺。富士士官学校のすぐ近く。1メーター普通に積もれたからね。俺たち何時間？怖い。夕方に降り始めて。静岡だよ。静岡。もう裾の富士山なんてこう見ないんだよ。こう見るでこう。あ、もう地元だね。自衛隊、自衛隊、自衛隊だから。見上げてごらん、富士山をみたいな。自衛隊だから。自衛隊だから。もうここにあるわけ、富士山は。45度。こうじゃない、45度だな。裾の。演習場だろ、さ。ああ、そうだ、富士山のあるよな、演習場がな。はいはいはい、自衛隊の。もう雪。はいはいはい。雪降ってるよということで。うちなんちはすぐ見に行くわけさ。そうだよね。行って。だって経験ないものね。そうそうそう。休憩時間にこうなって、やった。帰るとき、帰りは夜の8時。帰るとき、積もってくるわけよ。俺たちだけ。はしゃいでたの？はしゃぐの。前山はしゃが。その時は常に女、何しに静岡にいたの？自衛隊で、一発の。自衛隊にいたの？近くにいた。仕事で好きやらばなろうかなと思って。ああ、好きやらば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 。まあでも寒いよね。なんかメール入ったぜ。あのもうリクエストが入ってますよ。はいはい、すでにですか。いつものツアさんね、読み上げていくのがいいのかな。あ、今日のリクエストはイーグルスの曲をお願いします。イーグルスなんでもいいか。前は呪われた夜やって、デスペラードはやったかな。やってない。デスペラードやってない。デスペラードでシェイキさんお願いできます。もしありましたらね。はい、お願いします。じゃあとりあえずオープニングの曲いこうさ。いくの？オッケー。ビートルズじゃなくて、ロックンロールミュージック行ってみよう。は？なんだ？何？
はい。はい。はい、はい。なかなかカバーバージョンだけど、カバーバージョンだけど、ビートルズが、ね、ビートルズの曲が探せなかったでしょ。バンド名なんだった？バックビートバックビートバンド。もしかしたらいろんなカバーバージョン持ってるかもしれない、ね。持ってるかもしれないね。面白かった。ビートルズ。まあ、よかったよかった、うん。ビートルズさんが探せなかったから代わりにでしょ。見知らぬ方たちを。見知らぬ方たち。上手だった。かったね、上手だったね。バックビートバンド。そうそう。にやっちゃいな兄さんみたいな。やっちゃいな兄さん。そうそう。やっちゃいな。今分かれた大体。大体分かれた。やっちゃいな。誰だった？やっちゃいな兄さん。C さん。さとみこうたろう。は？誰のこと言ってんの？やっちゃいな。CM の話してるんでしょ？やっちゃいな兄さんって。俺は C さんのことかなと思った。さとみこうたろう。この前こっちに来た。C さんかなと思った。あ、さとみこうたろう。この前こっちに来た。さとみこうたろうさんがこんな CM でよった。矢沢永吉さ。なんでさとみこうたろうっていうじゃん。ねえ。俺こっちに来てた。A ちゃんが。ああ。C さん。ちょ。C さんかなと思った今。C さんね。C さんだったのかなと思った。まあ。ちょっとさんって言っていいってない。はい。続けてリクエストいきましょう。友達の。あった。OK。友達のホワイトメンバーでいつものツアさんからのリクエストでイーグルスデスペラードイエイイエイ。
ソロでやってる。そう、ソロで。前のあのディアマンテスのじゃなかった？あれはあ、じゃなかった、チャタン方面のねねだったの、じゃあ、じゃあじゃなかったかな、今、声が、あーってやるの、どっか、うん、フォーク、ポピュラー系、歌ってるの、うん、多分違いないがったり壊してるの、前はホイットニー・ヒューストンの Always Love You かってた、うん、してた、なんかやりそうだな、結構声、うん、いい声、うん、声もう20年前かな、20年これ見たの、そんなに、うん、うん、かな、もしかしたらソロでやってるってことだ、そう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 、結構盛り上げて、あげあげにやってくれるさ、はい、あの自衛隊のイベントとかに一緒にやったりとか、あ、自衛隊の いきなり、いきなり、いきなり、また定番の曲です。定番ラーメンで言ったらチキンラーメンチキンラーメン、チキンラーメン、チキンラーメン、ラーメンで言ったら定番、新居の定番雪が山積み、昨日から昨日から窓やコンコン、そうだれやコンコン、何にも打っても打っても見えない、何にも見えない、約束を信じてた、約束を信じてた、昨日の夢は終わるよ、足跡続くよ続くよ、私のあられやコンコン、打っても打っても、あなたは言ってたのに、足跡を追いかけて、足跡を追いかけて、昨日の夢は終わるよ、昨日の夢は終わるよ。
雪が降る日に。いきなり来るから、いきなり来るから、高木雪降るだから、くてな雪が降るってよ、沖縄に降るってよ、日曜日降るか、かもしれない、1週間ぐらいバーッと降ってもらいたいね、ね、積もってほしいな、積もってる頃もみんな沖縄だって積もるってこと考えられんだもん、ま、ず降るだけでもびっくりなのに、降ったのは100年前だよ、一回降ってるらしい、この間のテレビのなんかニュースで、ニュースで雪が降ってるこの映像があったよ、チラッと沖縄で、うん、あの消費者さんが映してたんだけど、ヤンバルは降るかな、ヤンバルは降りそうだね、ありえる、なんだってよそれ、パレットくむじかどっかの前で、うん、あったのさ、やっぱ降ったっていうのが、うん、ニュースになってた、あったったさ、うん、あのパレットくむじ前で雪が降ったって、ニュースになってて、昔もう10年ぐらい前で、あった、じゃあ、あれ10年前の映像なの、あ、多分そうだと思うよ、俺がこっち来る前の話だから、うん、もう10年なんですか、あなたこっち来て15年、15年ということは俺ちょっと足がね、中熱、うん、飲んでる時だからこのニュース聞いてないかもしれない、そうか、うん、YouTube に載ってたよ、あ、そうなん、見てみた、びっくりした、本当にフロハロって映ってた、でも、うん、だそれが雪がだったかどうかは分からないんだよ、冷たかったって、あ、いや分からんど、もしかしたら通年のフケだったかもしれない、なんで通年さんそこにいないのに、あの大きいフケな、もしかしたらフケや、飛行機乗ってるのが、うん、発泡スチロール足が溶けよったってえ、あ、時計だってもう夢がないな、なんかアメリカがやりそうだよ、いや、発泡シロールやったや、わらわらわらびしてる時にやがってるからさ、雪に憧れてや固まらないんだよな、発泡シロール米国の葬儀から何かき氷、うん、ばらまいて捨てたとか、アメリカなんでもするさ、あ、いや、やったのこれだったとかではないかはい、ところで、あ、ところで、はい、メールアドレスの、うん、メールアドレスを言いましょうか、あ、メールアドレス、あ、メールアドレス、じゃあ、この番組はリクエスト番組なんで、はい、もしよかったらリクエスト送ってください、もしよかったら、はい、いきますよ、はい、761 761アットマークアットマーク FM コザ FM コザドット JP ドット JP ナチケのナチケのナチケの761 761アットマークアットマーク FM コザ FM コザドット JP ドットGP ということで、なんかこれまで送ってほしいかなという。まあ、ちょっともう15、20分経ってるけど、自己紹介しよう。はい、あ、そうだね。久々に。久しぶりに。そうだよね。最初あれだったよね。そう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 。パタパタしてて、はい、なかなか自己紹介できない。はい、足は細から。はいはいはい。チャーハンだけ全部負けました。常です。終わり。チャーハンの話はチャーハン大会の待ってました、あ、いや、もう一回後でじゃあ聞きましょうね、え、出ちゃったよ、はい、はい、出ちゃったんで、はい、私、小島十次郎、新京ガチマヤガチマヤがさ、あ、ガチマヤことガチカナメでした、今は新京ですよね、うん、そうそうそう、うん、それをその名前名乗ってるってことで、そのまま、今でもガチって言うからね俺、私は、まあ私はガチとは言わないけど、私は新京の地流がことマスミです、もう寒さが大の苦手で、もう雪降るって怖いです、え俺たちやっぱりあれだ、寒いのダメです、あの寒くても雪降るの楽しみじゃん、そうそうそう、犬と一緒、犬ということで、わらばだね、おった犬と一緒、あと、あと今日の担当は、今日の担当は、ミキサー担当ラミの正規です、よろしくお願いします、ちょっとさっきまで喋ってたんだよ、ね、はい、そうなんです、いや、ちょっと聞いてた俺、これからずっとこうなるたい、そうらしいです、あ、そうなんだ、ありがとうございます、あのラジオ、あ、森チューニング当てるってから聞いてたんだよ、森さんと、そうだ、正規さんが話してた、森さんと、あれこれ誰って言うから誰まあまあまあ、南の正規さんです、だからそうそう、あれってなったよ、ありがとうございます、ということで皆さんリクエストバンバン送ってくださいね、よろしくお願いします、ギターの生演奏で弾ける曲は弾ける、そうそうそう、弾ける曲は弾けるけど弾けない曲は弾けないということで、CD 流すと、よろしくお願いします、そうそう、ということでよろしくお願いします、チャーハン対決よ、チャーハン対決、そう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 、いつでしたっけ、先週の日曜日、先週の17日、17日ね、ムーチーの日に、ムーチーの日ね、あっせびよ、あんなにかつお節いっぱいのチャーハン見たことないね、銀天下のチャーハン対決、俺本当はあのかつお節はそんなに入れるつもりじゃなかったんだよ、秋がよ、めちゃめちゃ後袋から出てくるバンキシッてって秋が入れよったので、あの目が手になってるわけさ、サポーターでお願いしたわけよ、あのトップ
いい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 トップで見てなかったね、最低制だったわけさ、5点満点、うん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 、であのガサの社長さんとかもう海底工房の山城さんも来てたわけ、うんうんうん、A ランチ優勝選手権がね、飲食欲名の山城さんもういっぱい来てるわけ、徳さんとかそうそう5点満点の、はい、やったわけさ、うん、で俺前日でじゃあトップ切って、うん、あのやり方見せるよっていうことでやったわけ、うんうん、で結局5名だったから7名になったわけさ、うんうん、でトンペも入れて斜め、うんうん、あ前回のそう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 サポートしてくれた、うん、なんでか分かるけど増えてしまって、うんうんうん、当日、うん、まあいいやってことで1回だから1回、初回だから、うんうん、やったわけ、うん、でトップ切ったもう、うん、めちゃくちゃやったんやめちゃくちゃやった見てなかったな通年さんの通年さんの見てなかったわけよあ出てる、うん、画像にはああ本当あシャローさんがあの載ってるんだけどで俺でしょで何やかやいるでしょ、うん、本格中華もいたわけいたよね見たでしょマグロチャーハンわさびを隠しやすいって言ってからそう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 その前日全然全然バラチェンだよ誰が本人があ自分はこれやるってから、うん、これやるってからそうそう絶対種明かしをしなかったわけよ俺言ったんだよシンプルに四年の島回すやりますからちょっと。四年の島回す。で、あのトンペとかも家庭チャーハンでいいですかって、うん、その日ねここで言ってたの。多いよその方がいいんだよって。うんうん、あその時でも出るって言ってたんだ。そうそうそう。食べちゃも出たらって出ますってそこスタジオでやって出したわけよ。まあ俺もちょっと審査員席の方。あの回ってちょっと接待あったから、もうあと他の作ってる見てなかったわけ。ジャッジ。点数は正式なもう見てないんだけどこれも燃やしてなくしたんだけどさ消去したんだけどすごかったよああもう分からないようにこれはなくしてからいやもう点数だったんだけどもう優勝は一応ケンケンだったわけパフォーマンス賞的なケンケンだったわけそれ2位3位とかいるでしょほぼ僅差だったってあ僅差ああほんとで通年が一番下なんだろえ、俺もスタートから3点最初からペースランナーペースランナーペースランナーそうそうみんな見たらそうだよね誘導してくれてるんだよねそうそうそう俺の基準に、うんうん、見たらもう3点入ってるわけ、うんうんうん、最初、うんうん、で上かせたから、うんうんうん、やったら2位がなんともしかしたらトンペイが優勝だったかもしれない2位は僅差だったから牛肉チャーハンね惜しかったよほどもしかしたら、うん、トンペだったかもしれないけど、ね、なんかいろんなあれがあるんですよ、うん、とにかくあの通年のかつお節入れすぎだった入れすぎだった入れすぎだった俺は画像見たけどご飯が見えなかったのそうそう画像見たんだけど見てみたかったええ画像残ってるよ俺もせぐて、見た目もよ撮れないさスペシャルちょっと、うん、あの打ち合わせがなってなかっただけだよねいや内場まだよかったあ、フーチバーまでよかった私いい考えだと思ったカツオ節が沖縄風の厚削りのカツオ節そう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 花カツオがよかったんじゃないじゃんあれはよ、なんでかったらあんま印は、うん、コクがあるわけよ、うん、あ、それであえて入れたんだ調味料は一切使わないからなるほどね多分あのチャーハンはあれは少し、わら来てから、やるつもりが入れるそうそうそうだったけどつもりだったけど、もう入れてしまったさガバッと捕まえてそのままバンミカしながら気が入れてしまったさもう最初売れた時点でご飯が見えない見えないご飯が見えない溺れてたねなご飯が溺れてた溺れてたおかかになっちゃってんだなんかで全部かつお節的な感じになっちゃった全部かつお節が水分飛んじゃってかつお節にご飯がぺったりくっついてから振っても振っても塊が動いてるあいやそうなんだ塊が動いてるどさどさどさもう前上げだったら大喜び大喜び大喜びはっするよ、ま、いや、マヤフーチバった面からどうかもしれないかな、でもよ、面白かった面白かったね見てておかしかったよ、悪いけど楽しかった誰かなんか面白いの作るかなって、やったわけ、自分は、チャーハンって大体味知れてるわけ、どんなのし中華の食べたことないけど、分からんけども大体しかし、何か面白い食材を入れるかな、誰かって俺期待してたわけ創作みたいな感じママゴロはびっくりしたよねおうおうだから通年さんとマグロはびっくりしたねそれが一つの、楽しみだった、でそれでさこれケンケンの話聞いてみたら第2回あるらしいね、やるよ、その時一応自分と神山氏は出ることになってるんで、そうなの、見つくり出ます、3月だったかなその前に焼きそば大会もあるからね焼きそば大会だったら要さんはお箱じゃないですか、まあお箱だけど普通の焼きそばしたら面白くないよ、おうおうおうもう
ジャパンみたいに創作。ジャパン。ジャパン。ジャパンがいろんな。ジャパン。焼きそばやるさ。何を入れたり。何をジャパンで焼きそば。内地はこの創作上手。内地ね、内地のことな。俺この辺はマンネリしてるから。うん、俺。あまり楽しみじゃないわけ。あーソース入れてごらん。大体もう味わくるから、うん、これにあアボカドが入ったっつったら、うん、とても嬉しいわけよ。あアボカドね、うん、美味しいよね。なるほどね。味よりこの次の時代の焼きそばみたいな、うんうん、斬新なやつを見たいんでしょ。そうそうそう、うん、なるほど、ね、これが一番の楽しみ、うんうんうん、なるほどなるほど。まあある、そういう斬新な意味合いで言ったら通年さん斬新だった。あらもう斬新斬新な場合よ。斬新の斬が叩けるだろ。すごいよな、斬だもんや。あれはすごかったな。ああ斬新の斬は叩ける。じゃあ今度 YouTube で見てみる。YouTube に入ってるの？あ YouTube の、うんうん、あ YouTube に上げてある。銀天街チャーハン対決。そうそう。山城さんので。屋台、うん、屋台村。うん、うん、ここに出てる。あ本当だ。あそうなんだ。じゃあ後で見てみます。見てがっくり。俺はこれだったのかって。はいはいはい、はいはいはい、入って入ってメールいただいてます。はいはいはい、ありがとうございます。ラジオネームチャッキーよなみねさんですね。チャッキーよなみね、うちなんちゃさ、うん、うちなんちゃ。愉快な皆さんこんばんは。はいこんばんは。オープニングから雪の話で盛り上がってますね。はい、雪降ってほしいですね。やぶてや寒いの大好きです。うん、うん、あそうなんだ。リクエストお願いしたいです。おできるかな。これごめんなさい、読み方間違ってたらごめんなさい。大塚白道。はいはい、合ってます。合ってます。大塚白道さんの悲しみ当選簿をお願いしたいです。よろしくお願いしますということでいただいてます。はい、ちょっとライブラリーにはありませんでしたので。お、大塚白道って言ったらテレビの名画劇場で、大塚白道さん私もあんまりジョン、ジョンとメリーを大塚白道じゃない、大塚白道、大塚白道だけど、大塚白道まあ、あのじゃないし、ジャスティン・ホーマンになれなく、あ、わかるわかる、ジャスティン・ホーマンになれなかったよっていう曲はあります。あ、じゃあわかる、うん、この曲わかるよ。じゃあこれ書けよ。すいませんが、あのリクエストした曲何だった？リクエストが悲しみ当選簿。悲しみ当選簿というのが多分あれマニアックだよね。多分知ってる人は、俺でもそれは知らんかったということで、大塚白道さんのダスティーホーマン、ダスティーホーマンになれなくて。わかるよ俺これ。
はい、チャッピーさんの、リクエストで。チャッキーさんじゃなくて。チャッキー、チャッキー、チャッキーさん。チャッピーでぬぬぬ。チャッピーはなんかわからないけど。グッピーの親戚。いや、違います。チャッピーさんの、リクエストで、大塚博道。あ、リクエストじゃないんだよね。リクエストはちょっとなかったんだよね。大塚博道、チャッピーホームになれなかった。なれなかったをかけました。かけました。おかけしました。ということで、いきなりこの曲聴いたらなんか、別の曲が聴きたくなって、かなめさんの生演奏で。はい、はい、なんで？はい。早速、チャッキーさんから返事のメールが来てるんで、はいはいはい、ご紹介しますね。大塚博道、ダスティン・ホフマンになれなかったようで、全然 OK です。ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。まあ、さっきは、ツーネが、大塚博道、ね、検索したら、大塚博が出たと。どこで？いや。まあ、びっくりポンだったな。びっくりポン。びっくりポン。びっくりポンだったな。朝が来た。あ、出たと思ってから。うん、本社が出てるぜよ。本社がや。大川家具の本社。ビルディングが出てましたね。大川家具。なんでこれは。まあ、そうやって、はい、何、ますみさん。はい。しんみりした感じで、なんか聞きたくなったんで、はい、ちょっと、はいはいはい、今、行ってみましょう。祈りという曲を。祈り。ちょっと、ジンとくる歌です。手の温かい人は心が冷たいって言います。あなたの手に初めて触れた時、私少しだけ不安になりました。落ち葉の積もる公園、二人で歩く真っ赤なもみじ一枚、手のひらに乗せて空の星を見つけたって言ったわ。涙を誰に見せればいいの。編みかけのセーター、どうすればいいの。もう帰らない。あなたが倒れたって聞いて、私思わず泣きました。真っ白な病室に一人、強がりのあなた、優しく涙を拭ってくれました。友達みんな集まって結婚式のつもり、ブエビズの指輪私が二つ作って、あなたの指に光っていたのに、雪が溶けて桜の便り
祈りはどこへ消えたのでしょう。あなたの手が冷たい。久しぶり聞くね。ウィークエンド祈りっていう歌ですね。ウィークエンドさんなんだ。これは昔高太郎さんが山本高太郎さんがパックインミュージックというラジオ番組やってて、それでできた曲なんです。白血病の彼氏を持ってる彼女が毎週毎週投稿して、その病気の経過とかそういうのを彼が死ぬまでずっと手紙で送ってて、でそれを山本高太郎さんが曲にしたという祈りっていう曲です。これをタイムリーで聴いてたの。毎週泣いてたね。オールナイト日本の反対さね。そう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 。パックイメージ、そうそうそう。なっちゃんちゃくさんね。そうそうそう。なっちゃこ、なっちゃこ。一回かかりの投函でそういったのができたと思ったら、そうじゃないんだ。そうじゃなくて、毎週、あれ、1年ぐらい続いたんじゃないかな、あの楽器は。で、切ないね。そう。ただこの曲、曲調が好きで、まあ、ジンとくるんだけど、なんかふと聞きたいなと思ってリクエストされただけなんだけど。なんかどこかで聞いてよ。ラジオで。ラジオ、ラジオ。感動するね、なんかじんときちゃうね。そうか、そういう話だったんだ。曲ってこういう風にできてくる。そうそうだね、すごいね。なんかしびれとしたって、まあ、ということで、最近ね、雨模様なんで、ちょっと雨の関わった歌をやろうかなと思って、雨。ああ、もうそしたらあれしかないですね。沖縄の究極の名曲であります。はい。6月の雨なんだけどね。今は1月。はい。わけわからない。梅雨だけの歌だけどね、それは。あれからと思った。雪の話から雨になりました。雨降れ降れ。母さんがじゃんの目でおっとかえる嬉しい。雨雨。雨雨降れ降れもっと降れのか。そうじゃなくて、ピチピチチャプチャプラ。通念さん何だったの？何を何だと思ったの？八代木のでしょ。雨雨ふれふれもっと雨ふれふれやるのかなと思った。フォークバージョンで。ああ、そういうことか。面白いよこの雨雨ふれふれと八代木のとか合体したよと。雨雨ふれふれもっとふれ、蛇の目でお使い嬉しいな。雨雨ふれふれもっとふれ、ピチピチチャプチャプランランラン。なんだそれ。面白いね。まあ、俺初めて聞いてるわ。これはカナメさんが作ったんじゃないですか。いや違う、これは昔から面白い。面白い。そうなんだ。クリカン今モノマネで、そのモノマネでクリカンが今俺ルパンの声やってる人、今ルパンの声やってる、ルパン三世の漫画の今の声やってる人がモノマネ名人なのね、してんのって言われて、それで八代亜紀の真似をしてこの歌を歌って作ったのかなと思った。ね、私も思った。あ、そうなんだ。そうそうそう、替え歌ってことか。替え歌。じゃあ6月の雨聴いてください。6月の雨聴いてください。1月の雨にしちゃったら作ってみたらね。雨が降り出した君が消えたあの日の夜、ただ後ろ姿見つめていた雨の朝、突然の君のさよならに
戸惑う僕は雨の中ただたどる思い出胸の中で繰り返す君の細い肩にかかる雨がまるで君の涙をかき消すようだ。ああ、たたずむ僕の目に鮮やかな6月の雨雨が消えてゆく思い出を連れて消えてゆく今暗い空に思い出が走り出す色褪せた君の笑い顔そっと破り捨ててみればまた思い出すにだけの忘れ去った日々降り続く雨にいつの間にかまるで寂しい街も泣いているようだ。ああ、たたずむ僕の目に鮮やかな6月の雨。ああ、たたずむ僕の目に鮮やかな6月の雨これ聞きながら次の焼きそば対決の勝利予感焼きそば対決の何をやる味噌を使う味噌味噌あいいね焼きそばに誰も使ったのジャパンも使ったの誰もいないでしょ、うん、味噌を使ういいかもいいかも味噌をごま油で溶いてちょっとみりんかまして紹興酒かまして溶いてうんいいね入り壊してみようかな入り壊して美味しいかもうんなんか面白いのが欲しいわけ俺たださ見てて思った時はあの材料とか台別にしてやらないとやりづらかったんじゃない俺も自分で持ってきてからビニールに他の人たちを、うん、あれたちは多分分からなかったうんまたこっちオープンだったけど、うんうんうん、先生にも見せてギャラリーにも見せようなってやったけど隠してるさうんうんノリが隠してるわけよ本当宝さんって実行委員やったのが、うん、見せようねって言ったわけよどうせほら審査員はジャッジはフラットで審査してあげるさ、うんうん、そんなあれが作ってるから点数量とかいやらさ、うんうんうん、ケンギはこんなの気象してたんだけどそうだね、ほんと見せればよかったわけよ、うん、この高さで俺たちここでやった、うんうん、そうだね、うんうん、こういう風にやるんだよっていうのほんと見せたかったんだけどもうもたもたして後ろに物取りに行ったりしてとか、うん、横にバーンって台を置いてからやったのかこっちにいろんなのからさ、うん、俺も持ってた勝ち星いっぱい
ボンミカしてそれがあたりになってしまったけどね、分量だけだったらよかったんだけど、サポーター失敗してるメール来てる、え両方ともリクエストなんですけど、うん、一つが中神様、はい、久しぶりですね、中神様、うん、神風船の昼が来る、お歌手、これは一応音源あります、音源ある、はい、で、うん、一つがチャッキー与那嶺さんで生演奏で松山千春のできれば銀の雨できますか、どんな音だった、あなたと暮らしたわずかな時間、メールいただいてます、中神様ですね、はい、ありがとうございます、どうも中神様です、神風船の冬が来る前に、はいはい、かけてなかったら聞きたいですな、よろしくということで来てます、はい、それともう一つ、はい、チャッキー与那嶺さん、はい、しょっちゅうメールしてすいません、いえありがたいですよ、パチネタパチネ、松山千春が聞きたくなりました、うん、生演奏曲はお任せします、できれば銀の雨、はい、生演奏素敵です、いいですねということでいただきました、ありがとうございます、以上です、一番嬉しいですね、松山千春だったらどっちでもいいわけ、ちょっと音源これから探します、中神様のメールが先ではありましたが、はい、お任せします、どんな歌、銀の雨って、あなたと暮らしたあなたと暮らしたわずかな時間のり過ぎれば話し方は切れたの、俺初めぐらい見たことあるの、プチってくれよ、キュッキュラララララララ、世界だな、世界だな、おい、インストルメンタルじゃないか、インストルメンタル、どんどんララですよ、すみません、じゃあ、松山千春銀の雨、ちょっと歌詞がわからないんでギター弾けるんだけど、松山千春で弾ける曲って言ったら一曲だけちょっとあって、常あっちからハーモニカ取ってきて、ハーモニカ、マスミ取ってきて、マスミの上行こうから、はい、まあ一応松山千春で、ハーモニカ使う曲があるんだけど、もう時間ないね、うん、急いでやる、うん、じゃあワンコーラスだけ、はい、ね、ワンコーラス、うん、行くよ、じゃあ先に紙風船、うん、紙風船の冬が来る前にこれもワンコーラスで、はい、はい、リクエストをお受けします、紙風船冬が来る前に、まさまさ、
回もう一回もう一回ハモリカちょっとあれだね。鳴らない音があるのよ。愛することに疲れたみたい。嫌いになったわけじゃない。部屋の明かりはつけてゆくわ。髪はいつもの下駄箱の中。きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いない。だけど今度は本気みたい。あなたの顔もちらつかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。ナイス。あのハモリカしてなきゃ、うん、音が一つ出ないから抜けた感じ。誰かが取れてるわけ、うん、足りないわけよ、うん、